こんばんは、たましぐです、今回はですね、チャンネル登録者数もうすぐ600人というところまで今来てるんですけど、プレゼント企画やりたいと思います。今回ですね、プレゼントするのはこちら、ランミーのアクションカメラ、中国製のアクションカメラですね。これをプレゼントしたいと思います。こんな感じのやつですね。これ防水ケースですかね。防水ケースにも入れちゃってるんですけど、まあ、GoPro と似たようなケースに入ってますね。こういうカメラです。で、これ外部マイク端子はついてませんので、音は直接拾って録音する感じになりますね。で、外部マイク端子は後付けで改造してつけるっていうのを YouTube 上で動画上げてらっしゃる方がたくさんいらっしゃいますんで、その辺を参考にしていただければね、元ブログとかに使えるような外部マイク端子つけられると思います。この単体ではね、音取るのすごい苦手です、このカメラは。だからサブカメラで音声取らないでサブカメラとして使うっていう使い方はまあできると思いますね。音声取ってこういうところにアゴマウントとかしたいなっていう方は外部マイク端子をつける、改造する必要があると思います。ちょっと私はそれ、ね、やるのめんどくさいんで、結局使わなくなっちゃったんで、まあ、今回プレゼントしちゃおうかなと思います。で、買った時にこれは防水カバーなんですけど、なんかマウントするホルダーですね。あとはバッテリーとか充電器、あとリモコン、あとその他このカメラ本体を買った時についてくる金具が、まあ、何点か入ってるんですけど、金具いろいろ入ってたんですけど、まあ、私自身がちょっと使いたいようなのは使わせていただきますので、まあ、私が使わないやつ付属します。あとマウントのベース板ですね。こういうのはもともとついてましたので、これをセットで一式プレゼントしちゃいます。で、応募方法は Twitter をフォローしていただくと、YouTube のトップページの右上あたりに Twitter のアイコンがありますね。それをタップしていただければ私の Twitter のアカウントに行きますので、それで私の Twitter のアカウントをフォローしていただいて DM でこのプレゼント希望というのを送ってください。中華製アクションカムをプレゼントいたしますということでした。あとは以前私が YZF-R25 納車になった時に、納車動画の中でちょっと大事なお知らせをしなくちゃいけないということをちょろっと触れてたんですけど、まあ、それご存知の方どれだけいらっしゃるかわかんないんですけど、まあ、ちょっと大事なお知らせをしなければなりません。それはですね、R25 買うにあたって、まあ、私最初GSX-R125 は売れと言われてたんですけど、まあ、結局なんとか増車という流れにこぎつけることができて、今現在2台所有しているわけなんですけどね。まあ、その際に売れ売れ売れってずっと言われてたんですけど、まあ、どうやって増車するに至ったかと言いますとですね、YZF-R25 が納車になったのが3月21日ですかね、に納車になったんですけど、まあ、そこからじゃあ売れって言われてたんですけど、いや、なんとかちょっと増車したいっていう話をしてですね、じゃあチャンネル登録者数1000人いかなかったら売りますよっていう話をしたんですね。で、じゃあ期限はって言って、じゃあ半年ってなもんで、だから3月21日に納車になったので、6ヶ月足して9月の21日までですね、2020年の9月の21日までにチャンネル登録者数が1000人に行かないとバイクを売らなければいけないという契約でですね、増車に至ったわけなんですよ。だから今これ今日5月の4日なんですけど、これ撮影してるのはもうすでに1ヶ月少々経ってますね。で、ここから9月の21日までにチャンネル登録者数現在600人手前ぐらいなんですけど、あと400人増やさないといけないということになります。まあ、何卒皆さんの応援の方どうかよろしくお願いします。1000人に到達しないと、GSX-R125 を売れって言われてて売らなくちゃいけなくなります。まあ、GSX-R125 を売るのか、はたまた買ったばっかりの YZF-R25 を売らなくちゃいけないのか、ちょっとどっちになるかはもう成り行き次第で分かりませんけど、いずれにしてもどっちか手放さないといけないということになりますね。なのでぜひ皆様の応援をぜひお願いしたいなと思います。ということで大事なお知らせの2つの内容で今回の動画、終了したいと思います。はい、よろしくお願いいたします。それでは、今日の動画はこれで終了します。次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。